ゴービミとベリンガムがバロンドールを受賞できない理由。ビニシウスが今季23ゴール11アシスト、ベリンガムが今季23ゴール12アシストというポストがバズったが、今季のダルウィン・ヌニェス23ゴール15アシスト。問題はレアルマドリードのようなマーケティングがないということだ。ダーウィンがこれだけの成績を収めていることをリバプールサポーターは誰一人気づいていない。でもヌニェスはその倍の23ゴールを逃してるから、2023年のバロンドールはダルウィン・ヌニェスだ。選手が優れているかどうかをゴールとアシストだけで測ることはサッカーに最も大きなダメージを与えていることの一つだ。君たちが二人の GA で騒いでいたからヌニェスの数字を載せたまでだ。ゴール数が同じということに何の意味もない。重要でないゴールしか決めないハーランドのように、彼は重要な瞬間や試合ではゴールを決めない。お前がリバプールの試合を見ていないことは伝わった。ビニシウスはチャンピオンズリーグの準決勝と決勝でゴールとアシストを決めている。ヌニェスはセンターフォワードで、ビニシウスとベリンガムはミッドフィルダー。あと調べたらヌニェス18ゴールしかしてない。その違いは、ビニシウスならアタランタ戦でハットトリックとアシストを決め、リバプールを EL 準決勝に連れて行ったことだろう。23ゴール15アシスト、36オフサイド。